セレクションで登場した佐藤俊介さん、結局セレクトミキサーで獲得してしまいました。もうほんと頼むから称号決まってくれ。ということで佐藤俊介称号チャレンジ、勝利の使者への挑戦、やっていく。まずは極意書ダメから、いつも通り極意書になってくれそうな選手がいたので称号つけておきました。それでは本命佐藤さんやっていきます。正直佐藤さんの捨ては称号でギリギリ QEA いけるぐらいになると勝手に思っていました。しかも A ランク排出がされていない状況で登場したので、去年の覚醒で称号するしかないんですよ。でもここは絶対に決めないといけない。頼むぞ長子くん、決めてくれ。調子、そういえば6月30日で調子くん回し始めてから1周年だよね。1周年記念だし分かってるよね調子くん。あーなんで何もやらないんだよー。